いいえ決めるのは私たちです。だって君は普通の家族が分かるだろう。俺とくっついたって分かりません。私にも。 家族なんて分かりませんよ親がいるのに外見上はそうでしょうねでもおじいさまにとっても父上にとっても女とは子供をはらんで産み落とし後継ぎを作るためのものです子供を産まなければ産めなければ 女ですらありま,せんまだ家族という枠組みに私は入れていないのですですから九郎さんはそれでいいのです 家族がわからない夫と家族未満の妻どちらかに偏るよりちょうどいいじゃないですかそんなものかなそんなものですよ それにクロウさん、私の行為を甘く見すぎですその程度のことで嫌いになるとでも思っていたならそちらの方が傷つきますああ、それはあーあー、傷ついちゃいましたなんとかしてくれなければ動けそうにありません 俺も君に対して真面目にそう思っているから話したんだが話したらしいな振り返ってみればそうだそれは告白ととってよろしいのでしょうかいいよ <laughs> もうちょっとこのままで話していましょうもっとはっきり自覚して うまく言葉で表現してみてください風邪をひかない程度にねそれより先に言わせてみせます とは言いましても昔よりははるかにマシになったとうちのじいさんも申しておりました裕福になったということか何でしょうね近代化とか言うんでしたか生活に余裕はできましたねあ,あ確かに。 に困っている奴は見ないそれだけでもありがたいことなのかもしれないなまったくで若旦那も随分とこなれなさいましたなん覚えるのが早いとはよく言われる アホよりはよっぽど結構なことですよ。あいやすいません。こんなこと言っちゃ失礼ですな。構わない。まだ慣れていないのも事実だからな。至らないところがあれば言ってくれればありがたい。気を使われて陰口を叩かれる方が困る。四季様もそうおっしゃっておいででしたか どうだろうなただ道玄様もあまり上からの味方に固執しないように努めてらっしゃるように見受けられる七名家などと言っても所詮一皮向けば普通の村民と何も変わらんそこを勘違いしてはいかんとのことだ無この俺がそれに逆らうわけにはいかないだろう だから仕方なく日を数通ってくださっているのですなそんなに多くはないだろう3日前に来たきりだぞそうでしたか毎日お姿を見ているものでそうかもしれないがああ,あ,あそうかそうですともそうか そういうのをこなれたというのですよおいよくわからないな、はあ、クローさーん <laughs> これも持っていきましょうあちらも見てきますね ああお嬢様もお元気で何よりです若旦那が来ただけであんなにお美しくなられるとはそんなに変わったかええ変わりましたともつぼみがようやく開いたといった風情ですな村の者たちみんなそう思っておりますよ ならいいんだが若旦那は四季のお嬢様がお嫌いでいや嫌いじゃないだが京子が俺に寄せる行為に答えられているかどうかは自信がないなおやま ではこれとああれもそれも京子ほどほどにしておかないか何をおっしゃるのですかクロ郎さんのご実家に挨拶に行くのですから手抜かりがあってはいけませんでは行ってきますあ,ああうん。 どうぞああありがとううん、何か <laughs> いいえ若旦那やっぱりよく見ると伊達男ですねこれなんてことを言ってるんだいさっさと仕事しなさい <laughs> はい 申し訳ありませんまったくあいつらと来たら謝らなくてもいい褒められたわけだから悪い気はしないさそうやって甘やかすからまた男前が上がるんですよそうか悪いななでて私が謝られてるんですかねまったくいや 確かに俺にはそういうところがあるだから京子にヤキモキされることも多い全くです悪い虫が近づいてきても全然追い払わないんですからおかげで私は気が気じゃありませんもっと自衛してくださいそう言われてもなうん敵意を向けられてるわけでもなし 邪険に扱う理由がないだろう、うん、私のためにしてくださいそんなことをしたらお前の評判が下がるだろうひ、うん、いては指揮権のためにもなりませんね納得したか、うん、納得いかないなら 後からいくらでも付き合おう本当ですかああいいぞいつもみたいでもいつも以上でも構わない <laughs> それは期待させていただきます <laughs> 最近、クロウさんの手のひらで転がされている気がしますがこれはこれで良いものですね そうか。ならそろそろ。では、まだありますので、行ってまいります。お元気ですな。俺の前だけああだと聞いているが、本当かそうかもしれませんが、今となってみれば、あちらが巣なのでしょう。男も女も。 色恋沙汰では本性が出ますからなるほどなそのあたり若旦那は最初から変わりませんねそうかこれでも親父や他の者たちには学ばせてもらっているんだがなそうじゃありませんよ変に調子に乗ったりこじれてないってことです やさかから向こうを取るなんて、最初はどんなもののけが来るかと思ったもんですが、ゾンまともで。美男子じゃないにしても、よく見れば、絵巻物ものもの伊達男かますらオでしょそりゃ女連中も騒ぐってもんですよ。ととのいすぎてるより、ドロクさせやたけたけしさがこう、来るもんがあるんでしょうね。 持ち上げすぎだと思うが悪い気はしないな。 まあこれでシキ様も、頼み様に続いて、まともな跡取りができるんだから、安心ってものでしょう。わからないぞ。頼み様はともかく、俺はやさかだからな。乱心して、二人様に任せることになるかもしれない。やめてくださいよ、演技でもない。と。 今のは黙っててくださいね。 待っててくださいね。お嬢様が戻られるまで待った方がよろしいのでは。そうすると、またすぐに行ってしまう。 その分茶と菓子が加算で儲かるんだろうがないい毎度どうも今後ともどうぞごひいきにああそれとおやじ念のために繰り返し言っておくがえ<れ>俺は京子をまくこれっぽっちも嫌いではない。 それと彼女は疑問の余地なく綺麗であり可愛らしいのではないかと思う断言できないのは我が身の不徳の致すところだが不仲だとか変な噂は立てないでくれわかだなどうした態度でわかるから心配いりませんよ そうかならいいがクローさんもう行かれるのですかでなければきりがないだろう。 そうかもしれませんが…これだけで大丈夫でしょうかどうだろうな…まあ…足りないというやつはいないだろう… <laughs> クローさんがそうおっしゃるなら… <laughs> もうすっかり慣れてしまいましたね 私の手も九郎さんの形を覚えてしまいました九郎さんはどうですか、はあ、覚えていないところの方が少ないぞそそうですよねそうですね 色々そのあと少しですからお互い我慢しましょうねっ子は我慢強いなあんまり挑発しないでくださいよ 相談なら聞こう九郎さんあなたの出自はやさかですがお父様やお母様についてはもう伺いましたそうだな 突然どうしたんだはいずっと考えていたのですが九郎さんのご実家へのご両親への挨拶がまだでしたよね今日が分かっていますですが早くにご両親が亡くなられて親同然に育てていただいた方がおられるのですよね イオドノですかうんそうだな先生が親親かうんい,いつになく渋い顔ですねそうかそうかもな。 まあいいよ挨拶に行くなら俺も一緒に行こう気が進まないのでしたら私一人でも構いませんがいや一緒に行く京子一人では危ないからな そうと決まれば明日行くか道玄様には許可を取っているんだろうもちろんです快諾していただけましたおじい様も九郎さんを見て八坂とより密接に関わることに決めたようです これも私たちの仲が良いからですねそうなのか何を戸惑っているんですか話を聞いた限りでは九郎さんには尊い血筋も混ざっているのでしょうならばその血を指揮家に入れるというのはとても光栄なこともっと自信を持ってください では、明日の予定ですがまず午前中はお土産を用意して。